はいどうも、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回はですね、ユーロドルの、相場展望をお届けしたいと思います。前回の動画からですね、相場展望をお届けすることになったわけなんですけども、前回は、ドル円の相場展望でしたね。今回はユーロドルです。で、主にドル円、ユーロドル、ユーロ円をやっていこうと思います。で、僕が主にやってるのは実はポンド円なんですけども、ポンド円はちょっと前回も話した通りですね。非常に値動きが荒くて、結構上級者向けの通貨になると僕は思ってますんで、トレードに慣れてないうちは、ドル円、ユーロドル、ユーロ円などでやった方がいいと思ったので、この3通貨ペアに、絞りました。はい、というわけでユーロドル今回やっていきます。で、今こう、日足なんですけども、まずこっちでですね、ここで、ダブルトップのような形を築いて、で今回落ちて、でさらにここでもダブルトップのような形を築いて、でこのネックラインをですね、こう割ってますよね。今ね、割ってこう戻ってきてるような感じもしますよね。なんで割って戻ってきて、ここでこう売り仕掛けても、仕掛けられるのかなみたいな、なんかそういった感じに僕には見えるんですけども、もしこうまあ綺麗に戻ってきてね、こう売るのであれば、このヒゲ先とかね、ここのヒゲ先 1.09086 あたりですかね、このヒゲ先あたりまで取れるのかなっていう気もしますし、そうですね、だからこの戻り方ですよね、戻り方がどういう感じの、チャートパターンを築くのかとか、あとそうですね、ご自身が使われているそのインジケーター のサインとかもですね、こう、見極めが必要になってくるかなとは思うんですけども、例えば今これ1時間足に落としたんですが、今これここではね、ちょっとこうダブルボトムのような形を築き上げているようにも見えますよね。なんでここでこう上がってですよ、上がってきて、このヒゲ先付近まで、このローソク足が上がってきてですよ、上がってきて、ここ付近まで上がって、ここでさらにですよ、ここで 5分足とかに落として、例えば、ここでこうちっちゃい5分足レベルでのダブルトップ、もしくはこうヘッド&ショルダーとかね、こう築き上げたりして落ちてきて、その後そのショータ式5分足の、トレードロジックなどに、こう合致した時ですね、そういう時僕は売りエントリーを仕掛けたりするわけなんですけども、要はそういうここでね、こう、分かりやすいチャートパターンをこう築き上げてくれたりとかするとトレードしやすくなりますよね。なんで、まずはここまで上がってくるかっていうところをちょっとこう見たいところでありますね、今現在。この動画をアップした頃にはもしかしたらもうこのラインまで来てるかもしれないですけど、で初心者のうちですね、ちょよくやりがちなのがですね、例えばその5分足で先ほど、このラインまでこう1時間足でローソク足上がってきて、で5分足に切り替えた時に、ダブルトップみたいな形とか、ヘッド&ショルダーみたいな形ができてきたと思って、そこでちょっと早とちりして、早くエントリーをしてしまうような方とかいるんですね。でも焦る必要はないというか、例えばこうダブルトップですよね、こういうふうに築いてきたと。で、こっちの山に比べて、こっちの山が、ちょっと切り下がってきたって思ったら、ここで別に、売りエントリーをね、下がってくる、ここから下がってくるという絶対的な、優位性がかなりあるのであれば、売りエントリーここで仕掛けられるんですけども、別にここから、
一旦このダブルトップ下がってきてからこう一個もう一回こう上がってきて、要はこう戻り売りのこの戻りですよね。でこの戻り作ってきた時にまたこう売ってもいいわけなんですね、ここから。で実はこっちからの戻りの方がこうしかもこう強かったりもするんですね、うん。でなおかつこっちの方がこうショータ式のロジックにこう当てはまりやすいっていうのもあるんですけども、ショータ式5分足のロジックに当てはまりやすいっていうのもあったりとかして、なんで僕としては別にその、天井圏からこう別にそんなガツンといかなくてもまあいいかなっていう思いもあるんですけど、まあ僕はもう結構トレードに慣れてるから、もうなんていうのかな、そのショータ式5分足のロジックに当てはまるところがもちろんかなり安定的に取れるわけだけど、もう僕はもうこのダブルトップとかのもう天井付近からもう売ったりっていうことももちろんやったりします。それとかヘッド&ショルダーの、さすがにちょっと頭はちょっと無理なんですけど、ヘッド&ショルダーのこの、右肩とかね、右肩のあたりでもう売り入ったりとかっていうのもやります。もちろんそれはその何て言うんですかね、その5分足だけじゃなくて1時間足とか、まあそうですね、その日足レベルとかでもう今日絶対売れるなというのがこう絶対とは言えないけど、今日もかなり売りの方が優位性があるなと思った時なんかはこうそういうことをしたりします。でここでもう一回日足に戻しますけども、これ今こうここでダブルトップになってますよね、ここが。でこのまあよく一般的に言われるのが、このダブルトップのこのネックラインからこの高い方のこの山までの値幅分下にこう落ちてくるんだよっていうのがよくこう言われますよね。でこれこうまあ今見てもらってこう分かると思うんですけどね、これまあちょっとまあ原始的なすごいアナログのやり方で申し訳ないんですけど、まあここからこの値幅分下に落ちてくるのであれば、こうしてですね、わかりますかね、これ。まあ今こうなってますよね。これネックライン、これが山。高い方の山ですね。こっちにもこっちの方が微妙に高いんで、こっちに標準を合わせて。で、この高い、この山のところをこのネックラインに合わせる。そしたらこの値幅分、この下に出てくるわけなんですけど、これ見てもらって分かる通りですね、下がってきてないですよね、ここまでね。で、まあ、こういうケースが多いんですね、非常にね。なんで、このやり方は僕は嫌なわけなんですね。じゃあ僕どうするのかというと、僕は、低い方、標準絞るんですね。こう低い方、肩の山の低い方。山の低い方で、さらにですよ、さらに僕の場合は、もうこれ本当に裏技というか、裏技でもないんですけど、ヒゲじゃなくて、実体のところにこう合わせるんですね。で、こっからこうすると。で、こう下げるわけですね。で、まあ結局、まあこれ、今回こう下がってきてないわけなんですけど、このように。なんでね、よりこう確実なね、確実にここまで下がる確実性を求めた方がいいかもしれないですね。欲を求めるんではなく、欲をね、やっぱり書くと、こうやっぱりこっちの分の値幅分を求めたくなっちゃうじゃないですか。なんで、こういうふうに考えちゃうと。けど、欲を求めるんじゃなくて、より堅実に行きたいと。堅実に行きたいって考えるなら、こう考えられるわけですね。で、これ今見てもらった通り、堅実に考えたとしても、もうこの分、こう下がってきてくれてないですよね。これ結局ね。だから、堅実に考えたとしてもこういうことがあり得るわけなんで、結局その相場に絶対はないっていうことにはなるんですけども、まあ、例えばこれを、その、山、このネックラインなんですね。このネックラインを、例えば、このヒゲじゃなくて、この実体のこの下の方で考える。わかりますかね？ヒゲだったらこのネックラインここになります。けど実体のネックラインって言ったらここになるじゃないですか。なんで例えばこっちにするとかね。それで
ここからこういうふうに、持っていくと。すると、この値幅分は、値幅分この下になるのはここになりますんで、こうやったらまあちゃんと落ちてはきていると。でも、さらにもっと落ちていると。だから、この部分の幅を、ああ、もっと下がるんだったってね、例えばこう皆さんこう思って、なんかこう機械損失の感情に陥ったりとかする方非常に多いと思うんですけども、そういう感情を持った時点でもう今後負けていくケースが多いということを考えてほしいです。なので機械損失という感情はもう一切もう捨てた方がいいです。もうここまで取れたんだからすげえ嬉しいぐらいのそういう気持ちを持った方がいいんで、もう取り損ねたとかっていうのはね、もう一切もうやめましょう。今日で卒業しましょう、そういう思いは。うん。で、今、この実態の、ネックライン、その実態に合わせたのをやりましたけど、僕が普段やるのは、僕が普段やるのは、このヒゲの、ネックラインの、このヒゲのネックラインですね。から、この高い方じゃなくて、低い方のこのヒゲに標準を合わせる。で、この分こう下げて、ここまで下がるなっていうのをまあ、想像したりするんですけど、まあ、このように いかないというパターンもあります。なんで、こう、まあ、短い時間足とか見て、まあ、例えばその、昇太式5分足のロジックに沿って、その利益を、堅実に、確実にこう確定させたりとかっていうのを、まあ、僕はやったりするわけなんですけども、やっぱりね、まあ、長い時間足の、目標ラインをこう想定するよりも短い時間足で堅実にコツコツとね数回に分けて取っていく方がまあ安定するんですよね、個人的には。そっちの方がやっぱね、長い時間足の目標ラインを当てるより短い時間足のより近い未来の目標ラインを決める方が確実性があるんで、僕はそうしてますね。じゃないとこういうことになるんでね、やっぱりこうまあこうあれですよ、こう差が生まれたりするわけでね、こういうように。でこれと同じように考えていくと、こっちのこのダブルトップありますよね。こっちのこのダブルトップこうですよね。こういうふうにダブルトップがあると考えられるんで、だったらさっきと同じ考えていくなら、こっちが高いじゃないですか。なんで教科書通りではこの値幅分って考えるんですが、僕はこう考えます。この低い方ね。この低い方の値幅分。こうして、あ、ここまでは下がりそうなのかなという感じで見るわけです。で、ここにこう線とかこう引いてみたりとかしてね。すると、こういう感じで、このラインの近くに、こう、まあ、重要な、こうやって意識されてたりとかする、こういうヒゲ先とかがね、近かったりとかすると、あ、やっぱりこの辺まで落ちてきそうかなっていう想像ができますよね。なので、まあ、大まかに目標ラインを本当に長い時間足でこのように定めたりとかっていうのもできます。ただ、長い時間足で、この通りに、こう、動くと、なんていうんですかね、絶対的な信頼を持って打った状態のままとかってここ放置するっていうよりも、僕は数回、まあ先ほども言ったように、まあ、短い時間足とかで5分足とかで数回ぐらい分けてね、まあロジックに当てはまったところで取っていくっていうのをやった方が、僕は個人的にはね、そっちの方がうまくトレードできるんで、そうしております。はい、こんな感じでちょっと今回のユーロドルの相場展望は以上になるんですけども、最後にですね、
投資は自己責任になりますので、まあそこはですね、くれぐれもご注意しながら、慎重にトレードをしてください。で、この通りにトレードしてくださいという動画ではないので、そこもあらかじめご了承ください。あくまでも相場展望ですので、ご了承いただきたいなと思います。おかげさまで最後に、DL マーケットで販売している、翔太式5分足オリジナル FX トレード必勝法の、方がですね、FX 教材の方はですね、本当に、たくさんの方々に、ここ最近ご購入いただけておりまして、僕が初めて作ったね、FX 教材になるんで、本当にこう何て言うんですかね、僕の中で、思い入れのある、FX 教材となっております。PDF ファイルと、PDF ファイル、PDF と、まあ、動画ファイルになるんですけども、かなりエントリーのタイミングとかもかなり細かく詳しく説明してますんで、本当にすごくエントリーの細かいタイミングとかすごく勉強になると思いますし、結局やっぱりね、前回の動画でも言ったんですけど、その執行足でエントリーする際のタイミングとか、そういった部分とか詳しく説明しているような教材とかってあんまり見当たらないですよね。結構ざっくり説明してるようなものしかね、ないじゃないですか、基本的に。そういうのがね、僕嫌だったんで、結構細かく説明してるんですよね。で、そっちの方が将来的に本当に勉強、ためになると思うんでね、細かいエントリーのタイミングとか、そういうのを分かっておいた方が。やっぱ意味わかんないところで、エントリーすればするほど、ぐずついちゃってね、長期戦とかに、無駄な長期戦とかになっちゃいますんで。なので、そういった部分に力を入れた教材になっております。この動画の下の概要欄に貼ってますんで、よければ参考にしてみてください。はい、というわけで翔太でした。あとユーロ円だけですね。はい、頑張ります。はい、翔太でした。